津軽要塞の御殿山第二砲台跡津軽要塞は津軽海峡を守備範囲とした大日本帝国陸軍の要塞である。前身の函館要塞もここで解説する。なお、函館山の要塞跡は2001年10月、函館山と砲台跡として北海道遺産に選定されている。函館要塞は陸軍の戦場時期砲台、御殿山第一砲台、 五殿山第二砲台、薬師三砲台及び、立ち待ち掘るい、海軍の嫌いで構成される。仮想敵国を、ロシア帝国とし、1896年頃から、敵軍を、して本案を利用せ示さることを目的に、要塞設置が計画され、1897年11月、函館要塞砲兵大隊が編成され、亀田村の県に絞り病院が土地にあたるところに、 仮事務所を開設、仮兵舎として、五稜閣の旧兵浪校を当て、橋の傍らに28センチメートル流砲弾一門を置き演習を始めた。1898年6月には、薬師三宝台が寄港し、同年9月28日の陸軍省国時代11号により、函館要塞周辺区域が示された。同年6月五天山第一砲台の寄港。 同年九月に、五天山第二砲台の寄港となる。同年十一月二十五日、函館要塞砲兵大隊は、北海道亀田軍亀田村千世家隊に移転した。1九百年五月二十三日、函館要塞司令部が、函館要塞砲兵大隊構内に会長した。1九百三年六月二十五日、函館要塞司令部が、函館区八千頭町に移転し、 同日より事務を開始。要塞諸施設の完成後に、日露戦争2月8日から1905年9月5日を迎え、函館要塞も動員されるが、ロシア帝国ウラジオストク艦隊の軍事挑発を阻止できず、北海道が孤立混乱した。具体的に艦隊は1904年7月20日に、日本海より津軽海峡に侵入し、そのまま太平洋に抜けて、 反転30日に再び侵入し日本海に抜けた。その間船舶は出港を見合わせた。1919年の要塞整理案により廃止された。津軽要塞は津軽海峡を防備するために新たに設けられた要塞である。日露戦争中の明治38年5月19日、山形有友の提案をきっかけに明治42年策定の 要塞整理案で前身の旧函館要塞の備法の撤去が進み、1916年には、御殿山第一砲台及び薬師三砲台を廃止した。大正8年の要塞整理案により、津軽要塞が新規に設置される。昭和に入る達皮咲砲台及び塩首岬砲法台、及び大間崎砲台を完成させて、1927年には、旧函館要塞を吸収する。 ワシントン海軍軍縮条約で解体された戦艦移吹の手法も転用され、津軽海峡の封鎖が可能となった。また、新設砲台への軍事物資や、兵員輸送目的で、都市線、大間線の建設が急がれた。太平洋戦争が始まり各地の要塞が軍に隷属すると、津軽要塞も1943年2月5日、軍令陸攻第10号により、 北部軍に編入され、その後1944年3月16日、大陸命第967号により、第5方面軍戦闘序列に編入され、第5方面軍令下となった。室蘭の防備も担当し、津軽洋最重砲兵連隊の第3中隊を配置していた。同中隊は後に、第8独立警備隊に編入され、建設中の室蘭林寺洋裁に展開して、 室蘭の防備に当たったが、1945年7月の室蘭艦砲射撃では異界と射程の関係で何の反撃もできなかった。その他、北海道空襲などに際して津軽要塞各部隊は対空戦闘を実施している。1945年10月4日、アメリカ軍第77師団第306旅団が函館市浅野町から上陸。 函館山を管理下に置き、その後要塞施設の解体を爆破で行った、その際出た、鉄くず等は当時函館市にある業者に払い下げされた。1951年には、朝鮮特需により、財務局が要塞の金属部品の払い下げを行い、地上部分の多くが消滅した。1965年頃に、洗浄時期への道路を作る際、 残豪連絡路の石垣の一部が使われ、1975年頃に火災防止で木造建築物を取り壊し、弾薬庫や塩平号の多くが立ち入り禁止になった。このような遺構の破壊が許された理由は、当時遺構は不要の長物とされたからという。なお、函館山ロープウェイ山頂駅、展望台や放送局の送信施設はほぼ五天山第一。 砲台の上に建てられている。明治の要塞建設以後、函館山等は要塞地帯として一般人の立ち入りが禁じられていたが、終戦後の1946年10月に一般開放され、2001年10月、北海道遺産に選定された。2002年以降、函館市が遺構の測量調査や劣化診断を実施している。明治24年、 陸軍が函館に防備施設を建設する再火を受ける。日清戦争が始まった明治27年、要塞司令部条例の交付によって要塞が建設されることになった。1896年、北海道の函館港及び函館湾守備を目的に計画され、1902年に函館要塞として完成。大正8年再火された要塞整理案により、 函館要塞は廃止されると同時に、津軽要塞が設置されることとなった。大正13年に津軽要塞の建設が始まり、昭和2年、旧函館要塞はそれに吸収された。なお旧函館要塞の方の多くは取り外され、太平洋戦争中の昭和19年11月以降は、旧式の28センチメートル流砲弾が6門ある、のみだった。 箱館洋塞時代津軽洋塞時代戦後の破壊と、保存陸軍施設海軍施設建設中止になった、施設陸軍施設7年式 30cm 榴弾砲の、例96式 15cm カノン砲の例、海軍施設陸軍施設海軍施設陸軍施設、海軍施設。ありがとうございます。